はい、ということでですね、ブルテリア社長坂本さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。ちょっと、いろんな意見を聞きたいんですけども、はいはい、でちょ最近俺がフローグラップリングの配信を見ながら実況解説をズームでやるっていうのをやってたんですけど、はいはい、それがあんまり参加者いないんですね、はい、それについてのちょっと意見を聞きたいというか、だからその坂本さんはフローグラップリング入ってますよね。もうずっと入ってます。ムジアルがフローグラップリングやりでしてからはもうずっと年払いで、はあはあ、やめてないですね。1回けど今最近見てますか？ファイトトゥーウィンで、はあ、うちの選手が出てる試合だけ見てます。あ、サムエル長い。サムエル長い、はあ、あ、そう、サムエル長いが今ブイブイ言わしますもんね。そうですね、絶好調ですね。じゃあその試合は見るけど、じゃあメインカードは特に見ないと。あ、見てないですね、全然見てないです。あ、本当ですか。じゃあそれはやっぱり試合に興味がないって感じですか？まあそれよりもなんか今忙しくて、なかなかちょっとそういう時間が取れなくて、はあ、なんでその最低限のところしか抑えられないっていう、うんうん、まあでも確かに、なんていうんですかね、興味をそそる、そんな中でも例えばムンジアルだったらいくら忙しくても絶対見ると思うし、はあはあはあ、そこまでじゃないっていう感じではあるですね。ああ、じゃあそういうそのイベントというかあれに興味がないみたいな。まあそうですよね。あんまりそのカードが、うん、そういう日本人の人たちにとってピンとこないというか、じゃないですかね。まあその個人的な意見ですけど。だからやっぱりこの間、その今だから日本でどれくらいの人がフローグラップリングが入っているのかどうか、はい、でフローグラップリング入っていてもファイトトゥーウィンとか組手とかを見てる人がどんだけいるのかっていうのはすごい、ちょっと興味があっていろんな人に聞いたりしてるんだけど、やっぱりみんな、入ってないし、まずその入ってる入ってないの時点でフローグラップリング入ってない人がもうほぼ大多数みたいな感じで、入ってる方がマニア、ね、けど入ってた私も見てないというか、まあ自分もそうですけど、うん、やっぱりパン、ヨーロピアン、ムンジャルぐらいはもう、はあれのために入ってるようなもんで、うん、正直それ以外のイベントってもうおまけみたいなもんで、うん、そこに何かしろ、まあ、例えばそうやってうちがのスポンサー選手出てるとか、うん、日本から出てる選手が、まあ、例えば橋本選手なんかが、うん、どこどこのプロイベント、ファイトトゥーウィンで出るってなったら見ますけど、そうじゃない限りはそれ以外の試合って、まあ、ほとんど見ないっすね。やっぱそうなってしまうんですかね。やっぱだからそれを改善したいがために結構ブラジルブログの方で大会の煽り、はい、この選手はこうですよ、こういう対戦なんですよとか、であとその試合やってる時にも、はい、ズームで実況配信とかをやってるんですけど、なかなか人が伸びなくて、ちょっとそこに対して悩んでいるというか、だからそれなんでそれをやるかっていうと、やっぱりその今もこれからもうコロナのせいでやっぱりイベントもできなくなって、配信大会っていうのが増えてきて、まあ俺が配信大会をやろうっていうのもあるし、でそれの中で MMM もやってるし、グラッピングも配信大会で、呪術も日本にはないけど海外にはある。で今見れるものが今ライブで見れるんだから、こういうのも面白いんですよっていうのを、そっちをすごい提案したいんだけど、なかなかうまくいかなくて、そういう人たちに見てもらうにはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと、お聞きしたいんですけど。なるほど、難しい、まずフローグラップリングに入ってもらうっていうのがまずハードル高いですもんね。そうですね、まあちょっと、自分もよく言われるんですけど、ちょっとやってることが早いのかもしれないですよね。自分もね、昔からよく言われて、ちょっと早すぎて、周りの人たちがついてきてないっていう風になっちゃってる感はあるのかなと思います。もうちょっとファイトトゥーインじゃ厳しいですね。けどだからヨーロピアンパンダムンジアルとか現地行っちゃうから、はい、その実況配信はできないですよね、まあ、ここ。しかもムンジアルとかヨーロピアンパンもそうですけど、あれもう10面とかで一気にやって、けどクローブ決勝戦とかを配信してる、はい、だもし日本にいたら配信してるタイミングで、けどあれ夜中とかだから、あ、そうですね、クローブの決勝戦、ムンジアルクローブの決勝戦って言うともう朝ですよね。そうだ、そうすごい早い時間、夜中じゃないですかね、月曜日の朝とか、そうです、日曜日の深夜、はい、で夜中の2時に
始まるんですよね。いや9時から始まるから、夜中の2時ぐらいに女子とかの準決勝からスタートするんですよね。そうですね。そうなってくるからちょっと厳しいですよね。朝方とかになるんですかね。だからそういうのも、だからそういうのからやっていって、そうすると俺はできないんですけどね。そのやっぱ現地行っちゃうから、そうするとちょっとやれない。だからちょっとそのあれなんだけど、やっぱり海外の配信を見るっていうのはなかなか、まあそう、ね、興味だから、やっぱりその柔術やってる人たちってやるのが楽しいわけで、人の試合を見るのが楽しいっていう人はあんまりいないのかなっていう気がしますよね。そう、泣きにしもあらず。だからやっぱちょっと難しい。だそれを見てもらうにはどういうふうにしていけばいいのかっていうのをちょっと、いやどうすればいいんじゃないのかみたいな、アドバイスみたいな、アイディアみたいなのがあればいいなと思うんですけど。いや逆にどうしたらいいんですかね。そうだ、すごい悩んでるんですよね。やっぱり日本で今、まあ、昔からずっとそういうプロ柔術プログラッピングやってきたんですけど、うんうん、まあ、うちも両方ともプロ柔術プログラッピングイベントやってったんですけども、うん、まあ、やっぱりどうしてもなかなかうまく続けていくのがなかなか厳しくて、うん、でもやり方によっては絶対、例えば何でしたっけ、クインテッドとか、ああいう風にすごい成功してたイベントとかもあるし。だけどクインテッドは成功したんですか？分かんないですけども、一大ブームは起こしましたよね。起きました。経済、その、なんていうんですかね、利益が出たかどうかは、うんうん、アップはともかくとして、すごく話題性は起こしたんで、なんで、けど結局継続してないじゃないですか。まあそうですよね。継続してないっていうことは、俺は失敗だと俺は思ってるんですよね、はい、俺の中では。続けられないものっていうのは要は失敗だと思うから、はい、あれは一過性のものしかなかったというか、はい、それは現時点でもまだあれ分かんないですよ。ちょうどコロナのせいもあって休止してるだけなのかもしれないですけど、現時点ではほら次回大会のアナウンスもないですし、俺ははっきり、まあ、まあ俺の中では結構休眠してるのかなっていう気がしますけどね。まあなんで、うん、日本でスター選手を出せば変わると思うんですけど、うん、まあそれこそフローグラップリングで、うん、ファイトトゥービーンの見ても全然なんていうんですかね、見てもどこの誰の選手が戦っているだけであって、だからそれを俺は解説したんですけどね。それにやっぱ大事なのは、うん、なんて言うんでしたっけ、ちょっとすみません、最近言葉が全然出てこなくて、うん、その人に対する親近感っていうか、はあ、なんて言うんですか、思い入れみたいな、うん、MMA の選手とか大体そうじゃないですか。まあ、だからストーリーラインを作るんですよね、煽り映像とかで、はあ、それこそまあライジンだったら、うん、もう今桜見狂ってすごいじゃないですか、うん、であれもただ試合だけ、まあ試合もすごいんですけど、うん、試合だけ切り取ってみんな好きになってるわけじゃなくて、うん、彼のまあそのやってることとかそういうのに共感を得たりして、うんうん、で試合も見てみたいっていう風になっていくんで、それがただどっかの外国人の選手強いけど、うんうんうん、よくわからない選手はすごい強いけど、うん、それをわざわざその変な時間、夜中とかの変な時間とかやるとかやってるのをしてまで見ないのかなっていう、うんうん、あ、けどファイトトゥインとかはその土曜日の午前中なんですよ。あ、そうなんです。だから結構日本の人たちは見やすいはずなんですけど、なんで、うん、自分が思うのは、うん、なんかやっぱ選手、日本で選手育ってないから、うん、もしそこに日本のスーパースターみたいな選手が出てきたら、うんうん、それは違うと思うんですよ。過去に橋本智之選手が1回出てるんですよね、ファイトトゥーン。なんで自分ももしそういう風に橋本智之選手とか、うんうん、誰ですかね、グラップリングだと、まあ、岩本選手、はい、岩本健太選手、はい、そういう、まあ、日本のある程度有名な選手が、うん、海外行ってそこに出るってなったら、うん、やっぱりそれは見ようと思うんですけど、うん、まあグラップリングでも例えばアベマ TV でやりましたよね、最近シュート、はい、シュートとワンでやりましたね。ワンでやりました、はい、あれは自分どっちもリアルタイムで見たんですよ、うんうん、まあ、もちろんあれセラさんっていうのもあったし、はい、でもセラさん以外の試合も見たし、うん、なんでそういうちょっと思い入れのある選手だったら見ると思うんですよね、自分が。だから そういうふうにそのやっぱ試合を見る側の人たちがあんまり多くないなってやっぱり印象なんですよね。なんで、まあ、極論言ったらグラップリングでそれだけ、うん、今日本で、うん、日本のグラップリング界で見たいって思うような魅力ある選手が育てないっていうか、うん、まあ、いるかもしれないんですけど、うん、その魅力を出せてない、うん、本当はすごい魅力あるんですけどその魅力を引き出せないかもしれないし、うん、例えば
もう極論 の話言ったら、うん、じゃあグラップリングイベントにサトシが出るってなったら多分見ると思うんですよ、うん、みんな、うん、はあ、まああのそのグラップリングイベントに誰ですかね、じゃあもっと知名度がある、うん、まあ、それこそ今でいう朝倉未来が、うん、グラップリングプロのグラップリングのイベントに出ますって言ったら、うん、えっつってみんな見ると思うんですけど、うん、そこにじゃあ、どこどこ道場の誰々さんが出ますよって、うん、まあ、その道場とか充実やってる人は知ってるんですけど、うんうん、一般の人たちは、まあ、ほとんど知らないぐらいのレベルだと、うん、やっぱ身内しか見ないとかその人のこと知ってる選手しか見ないってなっちゃうと、うん、まあ、難しいのかな。けどその、まあ、充実の試合をよく普通の人、要はライジンとかを見てるような人に見てもらうためにやってなるけど、うん、それって必要なのかなっていうのはちょっと俺は思うんですよね。やだって充実やってる俺たちですら普通の人の試合を見るのしんどいのに、はい、そうじゃない人たちにはもっとしんどいわけじゃないですか。だからそれをやる理由がそれをやってもしでだからルールを変えたりなんかしたらそれってもう充実じゃなくなっちゃうわけだし、そこまでしてそういう人たちに見せないといけないのかっていうのが俺のあれがあるんですよね。どうなんですかねそこは。なもちろんだって呪術をみんなに知ってもらって呪術をやってもらうっていうのはすごい大事なことかもしれないけど、それと呪術の試合を見てもらうことはイコールではないと思うんですよね。まあでも敷居を広げていくっていうか、うん、なんていうんですか、その垣根を広げるっていうか、うん、底辺を広げる、はい、うん、ためにはそういうやっぱり一般の層に響かないと、うん、あの MMA は、うん、あの見るのは好きっていう人いっぱいいるじゃないですか、うん、や自分はやらないけど、うん、あの見るのが好きという人っても、うん、がの方が多いと思うんですよ、うん、大多数が、うん、でも充実はあの逆ですよね、うん、その充実はやらないけど見るのが好きっていう人はいないです。いないと思いますね、うん、だからそこをだからこそやるべきなのか、けどそこを全く切り離して、だってファイトトゥウィンを、はい、ライジン見てる人たちに見せようとしたって、だって無理まあ 無理ですね、無理っていうか、まあね、かなりハードル高いと思うんですよ。だそれをやるべ そこをやっていった方がいいのか、それでもだって呪術村の人たちですら見てないんだから、それを飛び越してってなるのは、まあ、でもそれをやったのがあれじゃないですか、うん、クインテッドじゃないですか、うん、クインテッドは、うん、あれを見てる人はどっちかっていうと、うん、あんまりよくわからない、そういうグラップリングとか呪術とは、うん、格闘技は好きだけどグラップリングとか呪術はよくわからないっていう人たちが見てくれたから、だからちょっとしたこうブームじゃないんですけど、うん、一大ムーブメントっていうのを、まあ、起こしたのかなと。けど呪術やってる側の人たちの視聴率が高いかって言ったら高くなかったわけですよね。ああ、そうなんですね。やっぱそこの事実があるから、じゃあそこをないがしろにして一般に寄った方がいいのか、一般を切り離してこっち側を盛り上げた方がいいのか、そこもちょっと判断つきかねてる部分もあるんですけどね。まあ俺は内側の方を盛り上げてその熱が他に通じるんだったらいいなっていう方なんですけど、だからそうすると、あの一時期その MMA のイベントで、格闘技的には全然バリューがないけど、あの有名人みたいな人をリングに上げた時期があったわけじゃないですか。あれで格闘技やってる人たちからしたらなんだよこれってなるけど、一般層は取り込めましたよね。そっち側に行った方がいいのか、けどそれってそんなの獲得じゃねえみたいなことを言われてまでそっちをやった方がいいのか、けどそんな視聴率だなんだかんだとか地上波がどうだこうだって大晦日がどうだこうだってイベント的なものでは必要なのかもしれないけど、それって結局引いては格闘技のその品格みたいなのを貶めただけだったんじゃないのかなっていうのはちょっと俺の中であるんですよね。難しいっすね。自分はそれはエンターテインメントって大事だと思うんですけど、ね、そういった有名な人を起用するのは、なんである意味それが話題になったっていうのが、もうそこでちょっと勝ちっていうか、まあ、そうやって、それに対して叩く人も出てくるだろうし、そうなんですよね。だからそれはそれ、その叩くっていうか、なんかちょっと なんだこれはっていうような違和感を感じた側の人間だから、なんでそれをそうやって不満が出てくることも一つの、まあそうです、アクションですよね。話題になったりするじゃないですか、それで、まあそうですね、だから、まあ本当もうこれは正解はない感じはいる。だから十人十色だし、けどなんかそこがちょっと難しいなと思うし、どうなんですかね、ここら辺のところ。じゃあもうその配信だ、これからまあ俺が秋にその配信の
大会をやりたいと思って今動いてはいるんですけど、だからそれもあってその海外でやってる配信大会を日本で見てもらおうっていう動きはあるんだけど、まずそもそもそのフローグラップリングに入ってないのはもう入れるのもまず一苦労だし、入ってもらってさらにそれをファイトトゥーを見てもらうっていうところまで行くのがかなりしんどい。そうですね、多分無理、それそうですね、自分こんなこと言っちゃいけないかもしれない、それ多分無理だと思うんです。自分はそのお客さんの立場としてもし言うんであれば、自分フローグラップリングが入ってるんですけど、でもやっぱりそこでもうガチガチのマニアというか、もう柔術歴何十年、柔術ビジネスしてるですらそういうことだってことですよね。そうなんです、それを、まあ、フローグラップリングも入ってるんですけど、でもやっぱりその時間に早起きして、そう早起きして、じゃあそれをリアルタイムで、その実況付きで、じゃあそこに、ズーム入って見るかっていうと、いやもう橋本さんがとにかくここにこの時間にやるんで絶対入ってきてくださいって言われない限りは自分は多分入らないと思う。そうなんです、だから結局その金夜坊主やってくれてる徳良さん、あと呪術のあとリーモンさんが来てくれて、あと成田聡はだって自分の練習してましたからね、その時間来ないで、だからやっぱそのレベルなんだなっていうのもあるし、それが多分一般的な、そうけど一人だけ参加してくれて、けどフローグラップに入りたての青帯で、こういう風にやってくれて嬉しいっていう人が一人だけいたんですよ。だからそういう風に思ってくれる人が一人でもいたのはちょっと良かった。その一人が二人になって、二人が三人になって、三人が五人十人になっていけばって俺は思ってたんだけど、なかなか、なんで自分が思ったのは、その向こうの配信の配信用のものをやるんですよね、そういうイベントを、それの今テストでやってる分には全然いいと思うんですけど、でそれを一つのなんていうんですかね、ライフワークじゃないですけど、そういうビジネスって言ったらあれなんですけど、いやビジネスじゃないですよね、でもそれを一つのものとしてちょっとやっていくには厳しいような気がしますね。だって今もだって見るものがないわけじゃないですか、柔術の。要は今までだとフローグラップリングでヨーロッパンパンダムンジャルがあって、さらに日本だったら大会やって、JBJJF の大会とかもすぐだ YouTube にアップされたりして、それもまあジュースプレスでも今さ大会の配信ないし、今見れる大会の動画って言ったらそれしかないんですよ。まあでも大会の動画がなかったとしても、やっぱりあの期間で結構皆さんいろいろ YouTube やげてたじゃないですか、なんで見るものがないかっていうとそんなことないと思うな。だから俺、けど俺は試合の動画を見てほしいっつってずっと前からいろんなことをやってはいるんですよね。だから呪術プレス始まったのもそれだし、でやっぱりそれがあんまり定着してないのもあるし、けど今リアルタイムで見れる、だからやっぱ生で見れるライブストリーミングっていうのは、まあ日本はその呪術に関してはちょっと遅れてるなと思うんだけども、それはアメリカこうなんですよっていう知るきっかけにもなるし、今世界の呪術のトップは俺アメリカだと思ってるし、そのアメリカのトップの選手の試合が見れるっていうのはすごい価値あることだと思うんですよね、今現時点でと思うんですけど、そうでもないのかなっていうのは、だからその世間と俺のギャップというか、全然みんなに響いてないっていうのが、だから本当俺が秋にやる大会もすごい不安だなって思ってるんですよね、本当に、不安解放なんですよ不安解放でしかない、不安解放神様ですか、はい、だからほらここで笑ってくれるのはねなかなかいないんで、それだけで嬉しいですけどね。あれですよね、自分も人のこと言えないんですけど、やっぱり橋本さんもすごいズブズブにこの中に入りすぎちゃってて、呪術村の、ね、村長ですよ、でもうど真ん中にいますからね、一般の普通の一般層の気持ちというか、あれをが分かりづらくなってるかもしれないですよね、一般の人の考え方っていうか、そうけど最初のそのきっかけっていうのはやっぱそういう、でムンジャル、俺はだってムンジャルとか中井先生がやったりなんだりかんだりで、それから入っていったから、やっぱ世界最高峰のものがあって、そこから下がってくると思うんですよね、でムンジャルがあって、でそれこそヨーロピアンパンダム、ヨーロピアンとかパンダムとかでブラジレーロアジアがあって、その下に JBJF 全日本だったり ASJJF の全日本、 SJJF 全日本、 JJFJ の全日本、もちろん AJP だったらあって、でそれ以外にドマウだったりネオワールド、白帯関連コバブルテレだったり、いろんなものがあってっていう、その中の最高峰の一つがそこだと思うんですよね、プロイベントっていうのは。だからそこがけどやっぱ月20ドルぐらい払ってみるっていうのは、
いないのかなって感じですね。あのフローグラップリングがそんなにあの入ってないっていうのは意外だったんですけど、自分は逆にその全然入ってないですね。そうなんすね。全然入ってない。で今年は特にあの IBJJF が全部ないからもうみんな辞めちゃったというか。あ、確かに今年は確かにあの今年辞めたっていうのは分かりますね。やっぱり自分もさっき言ったんですけど、うんうん、そういうムンジュアルパンヨーロピアンが目的で、うん、であれ、年間1万あ違う、1万何千円ですよね。そうですね。なんでもし DVD 買うこと考えればもう全然全然ですけど、一昔前ってムンジュアル見るだけで50ドルかかってましたよね。あ、そうですね。はあはあ、あのブドウビデオがペーパービュー始めた時って、はあ、あれがライブ配信の走りですよね。はあはあ、あの時が50ドルだったんですよ。はあ、青紫茶までが40ドルとかで、黒帯だけで50ドルみたいな。だってそんな感じでしたよね。あ、違う、両方で50ドルだったのか。30ドルの30ドルで両方見ると50ドルみたいな、そんな感じだったと思うんだけど、だからそう考えるとこれ全然安いなと思って。しかもだから昔はヨーロピアンとかはだって廃止されてなかったんですもん。だからジュースプリストとかもできたし、パンダムだってジュースプリストで上げてた時あったし。そうですね。それは、まあ、フローグラップリングがお得っていうのはあんまりそれが伝わってないっていうのは、だやっぱ英語しかないっていうのが。だから UFC のファイトパスもけど英語だけですよね。ああ、UFC のファイトパスは自分逆に入ってないから。そう、俺も入ってないですけど。でもあれは MMA 好きな MMA の選手とか、まあ、好きな子、うちの、 あの鈴木拓海くんとかも、うん、あの UFC ファイトパス入ってるみたいだし、 MMA やる人たちは多分あれを、ね、そうだから呪術を、だ UFC だって本当にもうあれもイベントも多いですもんね。ほとんどもう隔週みたいな感じでやってるし、けど呪術もあのそういうメジャートーナメント以外にもファイトトゥインだとほぼ毎週やってるし、組手だってね隔週ぐらいでやってるし、それ以外にも配信されてる大会いっぱいあったし、 BJJ スターズもやってたりなんだりする。だからすごい見るやつはいっぱいあるんですよ。けどせっかく入ってても見てない人も多いし、もちろん入ってないっていうことはやっぱそれを見てないから、でこんなに面白いんですよってなれば、あ、メジャーリーグこんな面白いってしたら入ろうっていうような人が増えればいいなと思ってはいるんですけど、なかなかいないっていう。まあ俺フローグラップリングの回し物でもなんでもないんだけどだけどそういうふうに見てくれる人が増えれば、また一つの違う、今までみんなが見てないものが 見られてるようになってくれば、もっと日本の呪術界の、 あの要は知的レベルも上がると思うし、ルーカス・バルボーザをみんな知ってるのかって思うんですけどね。みんな知ってるんですかね、ルーカス・バルボーザ。あれじゃないですかね、あの辺りの選手になるともうコアな人たちとか、うん、もうその本気でやってる層とか、そうクレベル層とかみんな知ってるんですかね。微妙。フィオン・デイビースは知ってるんですかね。フィオン・デイビースは自分も知らないですよ。誰ですか。ヨーロピアンの女子のダブルゴールですよ今年の。そうなんですか。全然ウェールズ出身ですよ。金髪で結構可愛いですよ。女子の選手は全然わかんないですね。タイヤにポルフィリオ知ってますか。タイヤにはわかりますよ。あのギャビガルシアとタイヤにはわかりますよ。じゃあタイヤにとフィオンがやるんですよ今週末。そうなんですね。そのフィオンって選手、グランプルフェスト、フィオンって選手は何階級、何なんですか。今はライトじゃないですか。今までは減量してフェザー出てたんですけど、けども減量やめたっつってライトに出たら無差別優勝したんですよ。だって決勝戦はだってあれです、ジェシカフラワーズでやったんですよ、あんなでっかいのと。それがわかんないです。ジェシカ・フラワーズはだろうは、あの去年のワールドノーギーのダブルゴールドですよ。ケンドル・リューシンとクローズアウトした人ですよ。あ、それも100キロぐらいなんですか。じゃあ100キロまではないと思いますけど、かなりだからあれですよ、あの ADCC の2015年の ADCC ブラジル大会でギャビに勝った人です。あ、そうなんですね。だからこういうふうに言えば、あ、そうなんですね、じゃあその2人がやるんだ見てみようかなってなるじゃないですか。ならないですか。どうなんすかね。いや、わかんない。だからそういうふうにやっていけば、あ、そうなんだって ならないですか。で、タイヤにはほらステロイドでダメになっちゃって、アリアン氏から今グレッシーバッハ行って指導員やってるみたいな。で、まだ23歳ぐらいで、なぜかあのインスタではあのちょっとお色気セクシー路線のインスタをアップしまくるっていう、何なんでしょうかあの動きは。よくわからないですけど、そういう人とブラジル人の女性はあれですよね、ああいう風に見た目いかつくても心は乙女なんですよ。ワンピースとか着て結構あのクラブで踊ってるのとかをインスタにアップしてて結構モヤモヤするっていう、何なんだろうこれはみたいな。だそのジェシカフラワーズもビキニでグラサンかけてなんか佇んでるやつとかを結構アップしてて、
結構でもそういうのが好きな人も結構いるから、だからその人とヨーロッピアンダブルゴールドがやるんですよ、そうだ、タイヤのやつムンジャルの黒帯のチャンピオンじゃないですか、その、あのステロイドになる前は それこそギャビが出た後もあれですからね、ギャビの後の女子の重量級の人と今年のヨーロッピアンのダブルゴールドがやるっていうのは結構これも見どころあるんじゃないかなと思うんですけど、それも皆さん響いてるかどうか、やっぱ日本とか来てないとダメかもしれないですね、なんか日本に来た選手がそういうのをやるってなったら親近感もあると思うんですけど、ルーカス・バルボーザがだってこの間ロベルト・ヒメネスやったってあんまり全然話題にならなかったじゃないですか、あ、そうか、確かにあれですよね、ハルクは日本来てるっすよね、そうですよ、アジアンオープンからだって、いや一度ならもっと来てますよ、でさらにだってブルテレが一瞬スポンサーしてましたから、はい、どうなんですかそれも、ああそうっすね、微妙、あんまり興味なし、いやもうロベルト・ヒメネスって言ったらあれですよ、イゴールがだって10回やったうちの1回しか勝ってことない人で、で黒帯デビュー戦でキーナーに勝った人ですよ、あそうなんですね、その次にハルクとやって負けちゃったんですよね、なるほど、あんまり興味なし、いやあそう、ね、けどその事実は知ってました、いや分かんなかった、知らなかったです、やっぱそうなるとそのロベルト・ヒメネスっていう選手も自分も全然知らなくて、いやアリアン氏のラスベガスでエクアドル出身の選手で、でこの間イゴールとは何帯でやってたんですか、いやもう、青帯の時からやってますよ、自分らだから同い年なんですよ、あそうなんですね、で自分いつもイゴールが負けて1回で勝ったんですよ、それがね、ムンジャルの無差別級の1回戦か2回戦で勝って、でその時は俺見てないんですけど、その唯一か勝った試合見てないんで、テイクダウンかなんかで勝ったんですよ、けどその後にだってロベルト・ヒメネス、紫帯の時は全試合一本勝ちで紫帯でダブルゴールドしてますからね、でチャオベ・ムンジャル取れなかったんですけど、で黒帯になってすぐワールドの奥でチャオベで優勝して黒帯になって、黒帯になって一発目はキーなんてやってファイトトゥインだったと思うんですけど、そこでいきなり勝ったんですよ、でその時にルーカス・バルボーザーとやってどうなんだってなったらそれ決められちゃったんだけど、まあ、その後もあの黒帯だったら勝ったら負けたら、黒帯でもグイグイいってるような選手ですけど、今でこの間アリアン氏のラスベガスが、アリアン氏ラスベガスだったんですけど、アリアン氏 のアソシエーションフィーが払えないってなってアリアン氏を抜けたんですよね、でそれで今はスタジオ76でやってるんですけど、ですごい今お金もだからアメリカで道場みんな辞めちゃって大変だっつって、今賞金トーナメントいっぱい出て頑張ってて、この間の組手でや農技で優勝したんですね、やっとっていう話をしてもあんまりグッとこないですか、ああそうっすね、まあタイミングがあったら見ようかなぐらいですよね、やっぱそうなっちゃうんですよ ね、 ね、だからけどそれってすごい今日面白い試合もやってるし、それって見たら面白いと思うんですよ、まあそうですね、けどそこに見るまでいかないというか、だって入ってるのに見ないっていうか、まあなんで自分なんかはよくアーカイブとかで見るから、なんかそのまあこの先いつかどこかで自分に引っかかって、で好きになったらその人のその過去の試合よ、その試合ばっかりもひたすら追ったりし、結構自分そうなんですよ、フローグラップリングのアーカイブで、どこかで引っかかったりするともうその選手ばっかり追っかけて、あだってだから今度で BJ スターズメイハーンとクレベルソーズやりますよね、あマジですか、メイハーンってだって黒帯になったんですか、いやメイハーンになってますよ、あそれがチャオビで黒帯なのかもしれないですけど、BJ スターズ3でやりますよ、それはめっちゃ見たいです、それめっちゃ見たいです、そう、はあ、名判対クレペルソーザ、そうなんですね、だけどだから名判には引っかかるのに、なんでロベルト・ヒメネス来ないんだろうと思うけど、名判はめっちゃ引っかかって、もうすごい試合を追ったっすね、いろんな試合で、なんかけど名判を食いついてる人って何人いるんだろうと思いますけどねロベルト・ヒメネス以上にでもううちもスポンサーしたくて何回か話したんですけど、なかなかブラジル人気質で彼もう難しいというか、もう本当カリオカじゃないんですけど、あの人リオデジャネイロじゃないんですけど、なんか自己充実ですね、はい、すごい田舎のところで、今いろいろ話したんですけど、あちょっと無理ですねビジネスの話、そうメイハーン、でもいい選手ですよメイハーン、けどこういうほらそういうのあそうなんだってなって見に行くかっつったらやっぱ見ないんじゃないですか、 BJJ スターズ3、それはメイハーンの試合だったら見に行きますよ、あ坂本さん見るけど、はい、けどこれを見てる人たちが見るかって言ったら結構微妙なのかなって、だからルオトロ対だってロベルト・ヒメネスだってかなりいいカード、あ確かにルオトロとかも興味ありますね、はあ、けど自分見てないですねそこ、そうなっちゃうんですよ、ね、かからなかったですね、なんていうんですか、かからなかった、かからなかったです、だから本当もう配信のあれはちょっと難しいなってちょっと思い始めていますけど、
まあ、もうなんで、ちょっと早すぎるのかなと。なんで、やっぱりフローグラップリングをもっと世に広めるところから始めた。フローグラップリングジャパンを俺が。それからじゃないですか。それで、あの、充実やってる人の最低でも2割ぐらいとかがフローグラップリング入ってるよってなって、そこからの話じゃないですか。おそらく。まあそうですね。本当にもう、これはちょっと思い知らされたので。でもそれで別で、あの、その今度企画している、なんていうんですか、配信の。大会それをあれですよね、リアルタイムで実況してやるんですよね、はあ、それはそれでまた別の話でだと思いますよ、自分は。じゃあまあちょっと難しいなっていうのがまたここで一つ分かりました。フローグラップに入る人をまず増やさないといけない。そうですね、はあ、はい、で外国人選手の知名度をどんどん上げていかないといけない、はあはあ、いやフローグラップリングは、まあ、ちょっと今年は確かに、ね、あの入っても何にもあれかもしれないですけど、ムンジアルヨーロピアンパンやってる時はもう本当自分はあの入った方がいいと思う、すごい、はい、あのそれだけの価値は、それ以上の価値はあるのかなと。全然自分もフローグラップリング本当にお金払って入ってるだけなんで、はい、まあいいなと思ってます自分は。あれはあの払ってるだけの以上の価値は自分は感じてるんで、うん、じゃあまずは皆さんフローグラップリング入ってください。よろしくお願いします。